いやつを食べると思わなかった。いやいや、まあ、それしょうがないよ。だから、もう、はい、明日の朝もこれです。申し訳ないですけど。はい、で、多分お昼も、お昼もこれです。お昼まで行ったのこれ。行くよ。めちゃくちゃだ、行くよ。はい。うわぁこれはすごいよ。おじいちゃん、こんばんは。こんばんはでございます。ごめんかけました。いや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 、うん、今日ね、やっちゃんが来れない日でね、夜で、やっちゃんにお任せしてもらって、俺がね任されて、うん、おじいちゃんのご飯を作ると、うん、いうことになったんですけども、はい、じいちゃんがこの前クリスマスなのにお寿司じゃねえなって言って、お寿司を食べたいって言うからね、うん、お寿司を頼んだんです。はい、にもかかわらず、うん、ありがとう。そんな謝んない、うん、そんな謝んないでいいんだけど、ご迷惑かけましたと思う。いや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 、先食べちゃったんだね。はい、今日は何食べたの。今日はあそこに冷蔵庫に入ってる野菜の炒めたやつの残ってたやつ食ったんだ。ダブルな、うん、もったいねえって胃袋が、うん、それ食ったんだけど、それで終わりなんだ。それで終わりか、うん、もったいねえのよ。いやー、まあ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 、それはね、うん、はい、それはまあしょうがないんですけども、だからね、今回あれなんですよ。こちらなんですよ、おじいちゃん。あらららら、なんだまだ。こちらなんですよ。あ、これ迷惑かけましたな。おじいちゃんに喜んでもらいたいと思ってね。ありがとうございます。これもう今日ちょっと食うしかねえからよ。明日の朝もう食べるとしてもちょっと食わねえと、多分。ダメだからよ。ことぶき、ことぶきですから、お祝いのお寿司なんですよ。銀の皿。そう、銀の皿のいいやつ、一番。銀の皿って店の名前。お店の名前。おお、ことぶき中トロで、じいちゃん今お腹どんぐらいの。もうパンパン。いや、パンパンじゃないよ。あ、パンパンじゃない、うん、じゃあちょっと食べようか。はい、食べられるよ。ごちそうになります。いやいやいや、申し訳ないけどちょっと食べとかねえと。で、じいちゃん、自動的に、うん、明日の朝もお寿司になるけど、いい？いいよ。申し訳ないね。申し訳ない、ほんとな。いやいやいや、悪かったな。まさかこんなの。電話したのに7時に帰るって、うん、7時にご飯にするって言ったのに。食べちゃうんだから、困ったもんですよ。またうんちっちだったし、まったくもう。14種類ですよ。お、カリントンも出てきた。5、6、7、8、9、10、11、12、13。なんで14なんだ、15でなかったの。何言ってんだよ。じいちゃん、お吸い物飲む。お吸い物飲むな。じいちゃん、本当に気使わないでいいから。お祝い大丈夫。あ、あ、違う、湧いてる、湧いてる、うん、大丈夫？うん、大丈夫。大丈夫？食べれる？本当に。はい。中トロ。何回数えるんだよ。サーモン。
これお皿。お皿。醤油、醤油差し。ちょっと違うんだ。ちょっと違うんで、ちょっとね、豪華なんですよ。よいしょ。こぼしちゃった。はぁ。よいしょ。違うんだこれ。こたまきなんだ。すごいんだよ。銀の皿。あとじいちゃんあれだ。もう一個プレゼント。あ？なんだあんの？メインはそっちじゃないよ。メインはそっちじゃない。あ、これいつの写真だ。いつの写真だ。覚えてないか。うん、うちのなんだ。それは富士山見に行った時のやつですよ。富士山の。泊まったでしょ。二人で旅館にホテルに泊まったでしょ。うん。その時のお写真。そうそうそう。飾っときますね。ありがとうございます。いいえいいえ。はい。じゃあ開けますよ。はい、この箱を。はい。ごめんな、じいちゃん。いやいやいや、悪かったな。もうもっとちゃんと言えばよかったな。言うことも聞かないでな。いやいやいや、時間もな。分かんなかったんだろ。ああ、分かんなかった。俺が19時に帰ってくるだけでご飯は自分で食べてもいいと思ったんだろ。うん、うん、こんないいやつを食べると思わなかった。いやいや、まあ、それしょうがないよ。だから、もう、はい、明日の朝もこれです。申し訳ないですけど。はい、で、多分お昼も、お昼もこれです。お昼まで行ったんだ、これ。行くよ。めちゃくちゃだ、行くよ。はい。うわあ、これはすごいよ。これはすごいのよ、おじいちゃん。これを食べたかったのよ。これを食べたかったのよ。こんな立派な寿司を見たことねえな。だろ？見たことないよ、本当。こんなの。ありがとうね。ああ、これをね。あ、あれ？お水あるよね、じいちゃんね。お水一杯全部飲んじゃったの？これを食べたかったんだにゃ、はい、だから、じいちゃん、あの、何？少しだけでいいから食べるのも、はい、で、あ、本当にだから申し訳ないけど、朝とお昼はこれになります。はい、いや、まあまあ、だからまあ無理せず食べて、はい、うん、全然残してからお味噌汁ぐらい飲みな。以後を超えたとして、職場復帰の動きが始まっている日系企業もあるという。はい、では、はい、いいよ。それではいただきます。どうぞ。ああ、申し訳なかったな。こんな立派なんだったら普通のお味噌汁だ。本当だよ。本当だよな。本当だよな。うん、あ、これそうなんだよ。本当にショックだったよ。本当な。うん。まあまあ、でもいいさ。あと3食これ食えるってことなんだから。休みも食わしてやりたかったな。なあ、だ今日仕事で遅くなるからこれねって言ったから。うん、だからさ、あの、いいよ、食べた？食べな。はい、うん、いただきます。3人前なんだよ、これが。これね、2人前がなくて、豪華なやつで2人前が。いただきます。うん、どうぞ。いくらからいってやるわ。
うまっ。はい、じゃあ何からいただくか。俺はいくらから食べましたけど、じいちゃんどれかな。どれがいいかな。数の子でしょ。これ数の子。うん、はい。サーモン、中トロ、ウニ、まあいっぱい言ってもわかんないか。ウニだな。ウニ行きます。2ですね。ウニに行きます。ウニに行きます。今ウニに行きます。はい、いただきます。どうぞどうぞ。お醤油つけよ。いける？大丈夫？うん。うん。よかったよかった。はじめゆくな。よかったよ。うん、去年も食ってっけどな。うん。うん、わかったわかった、うん、僕からのクリスマスプレゼントですよ。うーん、プレゼントだって何回渡してていいんだから。こんな美味しい肉だったら、ま、あのご飯待ってればよかったな。うん、まあしょうがねえさ、俺はもう 笑っちゃったから、うん、食ってんのかいってなっちゃったから。美味しい。これカズノコ。これカズノコ、うん、ちょっとじいちゃんには食べづらいかもな。いいよ、俺食べるよ。うん、お口拭いて。なんだこれ、大丈夫か。びちょびちょじゃないよ、これ。すごいね、大食いは。じゃあ俺もウニをいただいちゃおうかな。うまい。あぶない、あぶない。すごいお寿司越しの。ほんとな、何食べていいか分かんねえな。でもお腹いっぱいだったら分かんねえよ、だれ。お腹いっぱいだったらもうやめな、うん、もういい、俺も明日食べるから一緒に。俺お腹減ってるからいっぱい食べちゃうけど。これはマグロ。マグロ、マグロ。シャリちっちゃくしたら崩れやすくなってるな。
そこ置いていちゃうと吸収しちゃうから。これをもう一回、これ食べな、もう一回、うん、くるんで。細毛の会って、細毛さんの紹介。こういう人が出ますよっていう、普段こういうことやってますよっていう紹介。寿司うめえな。うめえ、ホタテ。醤油つけなくていいのに。うん。うん。美味しいな。いいよ、もうごちそうさましな。うん。なんだ。アワビだ。まだまだ食えるな。うますぎる。ごちそうさんだこれ。うん。大丈夫大丈夫、無理しないで。うん、もう絶対余ると思ってたから。だからあの朝ごはんもお昼ごはんもお寿司です、じいちゃん。はい、おいしい。じいちゃん今、じいちゃん今お寿司食べたでしょ、晩ごはん。明日の朝ごはんもお寿司です。はい、明日のお昼ご飯もお寿司です。なあ、いっぱいなのかな。食いきんね。このね、このきらびやかなこの感じを見せたかったんですよ、おじいちゃんに。お祝い事ですから。はい。じいちゃん、実感ないと思うけど、おじいちゃん。おじいちゃん、今いくつかわかる ?99。うん。でね、ただの99歳じゃなくて99歳と3ヶ月なの、うん、あとじいちゃんが100歳になるまで9ヶ月あんの。9ヶ月だよなあ、1年じゃねえんだな。そうなんだよ、そこなんだよ、9ヶ月なんだよ。うん、あっちゅう間だろ。いや、おいしかった。おいしかったになっちゃうのかい。俺も1個食べて、あとお世話しよう。ごちそうさまでした。ええ、本当ならな、このぐらいの食えねえだろ。なるんだけどよ、先に晩ご飯食ってなくても食えないよ、そんなに。美味しかった。まさか、はい、どうもどうも。まさか先食べてるとはね。これは返すの？うん、はい、あっちは返さない。うーん、これはもう捨てていいやつだ。いや、笑っちゃったな、本当に。いや、ごちそうさまでした。めちゃくちゃだった。はい、はい、美味しくいただきました。はい、また明日食べましょう。はい。